皆さんこんにちは、福ちゃんです。今回のハマる横浜 FC もリモート収録でお届けしたいと思います。まずはこの方をお呼びしましょう。うっちーさん。はい、福ちゃんこんにちは。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のゲスト選手どんな方でしょうか。小さな背中に横浜 FC の大きな期待を背負っている選手です。楽しみですね。じゃあ早速ご登場いただきましょう、はい、今回のゲスト選手はこの方です。ドン斉藤光介選手です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。前回出ていただいた時に睡眠の癖を指摘されてましたが、あれ以来癖は治りましたか。どんなんでしたっけ、睡眠の癖。もうとにかく朝が弱いっていうこととあと寝言を言うっていう。あー、めっちゃディスられたやつですね継続中です。あ、しっかり継続中はい。朝はだいぶ遅刻とかは今シーズンはないんで。昨シーズンまでは結構あったってこと。いやー、そうなっちゃうんですよねから今シーズンもうないです。ちゃんとあの仕事にはしっかり向かうんですね、遅刻せずに。はい、はい、あ、それ聞けたら安心です、とりあえず。でウッチーさん、はいはいはい、ウッチーさんから見た斉藤光介選手、うん、改めてどんなプレーヤーでしょうか。小柄なんですけど技術的にすごい高くて、あとはポジショニングがいいので相手にとっては捕まえにくくて嫌な存在だなっていうのがありますし、あとはラストパスだったりシュートの技術っていうのが高いので、これからどんどん得点に絡んでくると思います。頑張ります。それではハマる横浜 FC 11月号スタートです。今回のハマる横浜 FC は地元横浜出身のアカデミー育ち斉藤光介選手をゲストに迎えてのリモート収録。チームの大きな期待を背負う若きリーダーの素顔に迫ります。この番組は株式会社アンデザイン、食を通じて喜びと感動を株式会社レオック、 YCV テレミン商店街の提供でお届けします。斉藤光介選手のプライベートなお話に迫っていきたいと思います。ではウッチーさん、はい、ガツガツ質問お願いします。じゃあまず今ハマっていることってありますか。ドライブですかね。お、まあ、あのストレス発散とかにもなるんでたまに行ったりするんですけど、まあ、一番の思い出としたら免許取り立ての時に鎌倉に一人で行って、狭い道入り込んじゃって行き止まりで U ターンして戻った時に擦って修理代10万食らったっていうのが一番の思い出です。うわあるよね、そういうのね、あるあるだね。地獄でした。え、でもそれはお一人で行ったっていうことですけど、鎌倉なんてねデートに最適な場所じゃないですか。確かに下見的な要素含めて行ったんですけど、あの擦ったんでなしになりました。鎌倉なし、なし、なしです、はい、最近ねずっとこうドライブをする中で、あ、こういうところ女性連れて行きたいなっていうスポットは見つかりましたか。やっぱ鎌倉は鉄板なんじゃないですか。そうか、でも神奈川に住んでるとそうなるんですかね。うん、海沿いあるしみたいな。うん、まあ、普通に音楽かけながらドライブするの結構好きなんで、うん、あ、その目的地関係なく。そうですね、最近のデートはあのコバと松尾とマザー牧場行ったってことですね男3人です。それいいね。いや全然良くないっすよ良くないの、男3人ですもん楽しそうだけど、まあ面白かったですけど楽しそう、うん、うんうんうん、なんか
もしあのドライブしてるところ隣にね女性が乗ってるところを見られたらいいんですけどね、まあ、その隣に乗ってる女性がもしかしたらもしかしたら福ちゃんのことがあるのかしら。お願いしますよ。あ、私はいつでも OK です。いやなんか違うな、それ軽いな。じゃあウッチーさんちょっと、はい、はい、続いてホッとする瞬間ありますか。犬の動画見てる時ですかね。うん、それは SNS でとかですか。そうですね、あの TikTok で結構流れてくるんですよ、犬のなんか間抜けな動画とか。そういうのを見てると気づいたら1時間ぐらい経ってたりします。すごいね。はい、よくあれおすすめ動画とかで勝手にやっぱそういう系の上がってきません、うん、よく見てると、うん、そうですね。全然サッカーの動画は出てこないです。おかしいな、プライベートでは全然サッカー見ない。そうですね、サッカーって長くないですか。長いね。長いっす。90分、まあ、自分のチームぐらいです。ヨカメシの試合と、うん、まあ、あと一緒にやった選手で他のチーム行った選手の試合とかぐらいしか見ないです、うん、まあ、ポイントポイントでね、そういうところは見て、あとはもう犬の動画、はい、犬の動画です。え、今一人暮らしですか。一人暮らしです。じゃあゆくゆくは飼ったりとかしないの。飼いたいんですけどね。まあでも遠征とかあるもんね。寂しい思いさせちゃうんで、うん、それはちょっと。その時はじゃあ福ちゃんに預ければいいんじゃない。預かる預かるだよね。本当ですか。なんか虐待とかしないでくださいよ。なんでそのイメージひどい。こんな愛情にあふれた人間なのに。すいません、そうでした。すいません、そうでした。でもね、ワンちゃん飼うって結構、まあ、命預かるようなものですからね、家族だから、ね、じゃあ家族ができたら飼いましょう。なんだろう、さっきからその。まあいいけどさ、ね、恋愛は自由だからね。そのなんか、はい、適当にあしらう感じやめてもらっていいですか。ごめんごめん、いつでも本気ですから私は。ごめんごめん、謝る。はい、お願いしますね。ちょっと私からも一個いいですか、質問。ついつい買ってしまうものっていう質問があるんですけど、なんて答えました。水って答えましたね。ただなんとなく買っちゃうのか、なんかこだわりがあるのかをね、私気になって。水分量とかをすごいチームでチェックしてるんで、そういうアドバイスもあって、1日だいたい2リットルの天然水を1本飲みます。え、でもその水自体にこだわりは特にはないんですか。ないですね。ないかい。すいません、ないです。すいません、ないです。逆に福ちゃんさんとかはあるんじゃないですか。福ちゃんさん、福ちゃんさん、そう、あのね、あのこれあるあるなんですけど、多分年下の選手の方とかが多分すごく気を使うんでしょうね。あだ名にさん付けするんですよ。あのね、これいらないです。あ、大丈夫ですか。もう福ちゃんが、はい、福ちゃんがもうあだ名なので。正解ですか。福ちゃんでいいですか。はい、もう福ちゃんで大丈夫です。あの星選手に至っては福さんって言ってたんで、はい、福さんの方がいいですかね。福さんでいいの。いや、全然福ちゃんで、福ちゃんで。福ちゃん、わかりました。私先輩でも何でもないので。お願いします。はい、あの斉藤選手、先ほどあの収録が始まる前にですね、ちょっとお話しさせていただいた時に、ちょっと私のあのインスタをご覧になってくれてるということで、見てます。なんかあの私のトレーニング後の写真を見てくださってると。霧吹きの汗なんですね。あれ霧吹きなんすか。霧吹きじゃないわ。違うわ。ちょっと待って、ちょっと待って。やってる感出してるだけですか。違う。ちゃんとしたガチの汗です。え、でもやっぱそのトレーニングをしてるのを見るのとかが好きなんですか、実際女性が。
いや別にあんまりですね。あんまり。はい。でもやっぱ福ちゃんさんのは、あ、福ちゃんのは、はい。福ちゃんがやっぱすごいいいなと思います。思ってます？いやなんかすごいストイックにやってるなっていう風に思って、あ、俺もやんなきゃなみたいな感じになります。あのこれからも。多分斉藤選手がそれ見てくれてるって思ったら私も頑張れるんで期待しています。これからもいいねお願いします。この後は視聴者の皆さんも楽しみにしている福ちゃん恒例のあの質問です。実はあのもう私が勝手に聞きたくて恒例にしてたんですけれども、意外と視聴者の方も楽しみにしてる質問らしくて。本当だよそれ本当。では斉藤光介選手、好きな女性のタイプを教えてください。まあでも女優さんで言ったら長澤まさみさんです。長澤まさみさんね、もう大人気ですね男性に、うん、プロポーズ大作戦見た時に、うん、ちょっと掴まれちゃったっすね。わかる、わかる、うちさんも、うん、わかる。うちさん誰なんですか。うちさん毎回わかるっつって言ってる。あのスタッフさんがざわざわしてます。うちさん第4位ぐらいだから長澤まさみ。全然1位じゃないじゃないですか。第4位？そう、1位はあの吉岡里帆だ。ドンギツネのはいいっすよね。かわいいよね。ドンギツネいいっすよね。男ってほんと単純。何が。なんかこう具体的に例えば中身とか付き合う女性に求めるものって何ですか？向上心ですか。あ、すごいね。うお、なんかうん、その人からもなんか学びたい、学びたいっていうか、なんか、まあ、恋愛としてこの価値観がどうか分かんないですけど、お互い成長できるような人がいいかなと。どうですかうちさん。いや分かるよ、あのね、はい、なんか頑張っててほしいよね。そうですね、うん、分かる。なんか、はい、あ、頑張ってる女性が好きってこと、うん、ですか。そう、あのストイックにやっぱトレーニングしてる女性とかやっぱりいいと思う。あれ公開プロポーズかなこれ。あ、この番組プロポーズ大作戦でしたっけ。やっとうちさん福ちゃんの時代が来ましたね。そうだね、ずっと時代来てるんじゃないですか。ようやく断り続けてんじゃないですか。あ、そうですね。ちなみにあのこの間星選手ちょっとお断りしちゃったばっかりなんで。そもそもちょっと生意気にもかぶったか。いやでもそんなそんななんかね、すごいそんな調子乗ってる、取り合いされてるみたいな、そんな思ってないですよ。まんざらでもないですね。それでは斉藤光介選手の告白タイム。同い年星選手のリベンジを果たすことはできるか。では斉藤光介選手の告白まで3、2、1、どうぞ。今度2人でトレーニングしてストーリーに載せてくれませんか。いやいやいや、何、え、なんすか。早く断ってもらわないと。こっちもなんか、いや、なんか、いや、インスタのをちょっとコラボしませんかぐらいのテンションなんで。違う、プロポーズの時になんか一生俺のお味噌汁作ってくれみたいな遠回しな告白です。はい、作る
何これもう毎回でも斉藤選手のじゃあ告白の仕方はそういう感じってことですよね。はいすごいシャイだからあんまり攻めないであげて。え、斉藤選手ってシャイでしたっけ。 そういうのはシャイだから。じゃあ二人きりの時にでさっきから意味深なんだよねなんかごめんなさいごめんなさい小さな背中に横浜 FC の大きな期待を背負う斉藤光介選手。ここからはサッカーのお話に移ります。9月13日ホームでの名古屋戦でご自身の J1 初ゴールを決めましたけれども、その時のお気持ちはどうでしたか。うーん、嬉しかったです率直に、うん、シンプルに久しぶりの先発だったんで、まあ、自分が取りたいと思ってたんで、あと時間帯的にも失点した直後に取れたんで、チームの崩しもすごい良くて、最後こぼれてきたボールだったんですけど、うん、まあ、いいゴールだったなと思って。去年は J2 でね、あの主力として活躍してくれて、まあ、J1 でどれぐらいできるかなっていうのも正直分からなかったんですけど、十分 J1 でもできるっていうのを証明した試合になったと思うし、なかなか今シーズン出場機会っていうのが巡ってこない中で、自分の存在価値っていうのを示すゴールだったんじゃないかなと思います。まあまあこれからもちょっと示し続けなきゃいけないんですけど、うん、はい、J1 の試合を実際プレーしてみて、なんか感じている部分とかありますか。まあ個がやっぱレベル高いですね、うん、であとゴール前の決定力とか、うん、守りきるとこ、そこの差はすごい違うなっていうのは感じます。なんか試合してみて個人的に通用するなっていう部分と、あ、これ課題だなっていうのを感じたりする部分ありますか。まあ、中で間で受けてプレーするっていうところは、まあ、通用するなというふうに感じてて、それこそやっぱスピードとかパワーもある選手が多くて、うん、その上で上手いっていう選手がやっぱ J1 多いんで、そういう選手とどう戦えるかみたいなところは、うん、もっとやらなきゃなと思います、うん、なるほど。でも通用する部分がねちゃんと明確にあるっていうのもすごいですよね。まあストロングポイントだもんね、間でボールを引き出して。そうですね、うん、っていうのはレアンドロ先輩っていういいお手本がいるんで、うん、いや本当だよね、はい、うん、まあ、あの選手ぐらいもっと前向いてプレーできればもっと脅威な選手になれるかなと思うんで、うん、そこはもっとやっていきたいですね、うん、はい、チームにとっての斉藤光介選手の役割、求められてるものって何だと思います。まあ、それこそ中間ポジション取って、うん、ボール受けてそこから前とつながって、まあ、ゴールアシストにつながるプレーをすること、うん、と、まあ、守備ではやっぱハードワークです。すごいベテランの選手たちがいる中で、なんだろう、若い選手として意識してることとかってある。あ、まあこれはチームのためでもあるんですけど、自分のためでもあって、あの声を出すっていうことはできてます。チーム内でやっぱ、うん、まあ、盛り上げて盛り上げて、うん、まあ、それ言うことによって自分も高まるし、うん、でもそれって今まであんまりやってきてなかったよね。ちょっと意識的に変えてる。ずっと大事っていうのは分かってたし、あのノム君とかいた時からやっぱ、まあ、ノム君とかやっぱ特に大事だっていう話とかもすごいしてたし、うん、まあ、それをもう俺がやらなきゃいけないなっていう風に感じてきて、うん、頼もしくなったね、ちょっとなんかね私も今あの
感じましたよ。ね、まあ1年目2年目3年目といろんな先輩に会ってきた中で、でもそういう気持ちの部分を出すっていうのはすごい大事っていうのをずっと言われてたし、まあそういうのをもう自分がやらなきゃいけないなとは思ってます。今までの斉藤光介選手のイメージだと本当にもうプライベートもなんかサッカーしてる時も結構こう自分のペースっていうマイペースな感じなのかなっていうのを今まで感じてたんですけど、今までと違う意識の部分を聞けたのがちょっと感動しました、うんうん、ありがとうございます。ウッチーさんが今シーズン斉藤光介選手に期待していることを教えてください。期待することね、まあ、いっぱいありますけどね。でもやっぱり試合を決められる選手になってほしいっていうのが一番にあるし、まあ、さっきも話出たんですけど、レアンドロ・ドミンゲスみたいに苦しい試合でも決定的な仕事ができる、試合を決定づけられる選手になってほしいんだっていうのがあるし、あとはやっぱりアカデミーの星なんで、そういった期待も背負って頑張ってほしいなと思います。アカデミーの星ですね、本当にね。いや本当ですよ。いやでもこれをあまりこうプレッシャーに感じないでほしいというか、はい、いやいやプレッシャーかけるよ期待してんだもんね、はい、斉藤選手自身は今シーズンの目標って立てたりしてますか？まあ、どことやってもやっぱ J1 のチームで今までとはレベルが同ランクやっぱ上なんで、まあ楽しみですし、まあそこでどれだけやれるかっていうところと、まあそれこそやっぱ結果っすね、点とアシスト、そこをどれだけできるかっていう自分に期待したいです。3点、あと3点いきたいね。そうっすね、ちょっと欲張って5点でいきます。おすごいすごい。いやでもね、目標は高い方がいいですもんね。はい、まずメンバーに入ってそこから試合出れるようにして、うん、で結果出せるように頑張ります。いや楽しみにしてます、うん、楽しみだね。最後にファンサポーターの皆さん、そしてこの番組を見てくれている視聴者の皆さんにですね、一言メッセージをお願いします。いつも横浜 FC の応援してくださってありがとうございます。これからも、チームとして、J1 の舞台で必死に食らいついて、よりいい試合を勝利を、皆さんと分かち合いたいので、これからもよろしくお願いします。この番組は株式会社アンデザイン、食を通じて喜びと感動を、株式会社レオック、YCV テレミン商店街の提供でお届けしました。ハマる横浜 FC。